視聴者の皆様、こんにちは。今回は、非常識な行動でトラブルを引き起こしたエッチのお話です。まずは1本目。パートの初出勤日なのに出勤してすぐクビにされた、と嘆くエッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。どなたか私の話を聞いてください。私、パートの初出勤日なのにすぐにクビにされちゃったんです。こんなことってあっていいんでしょうか？どなたか同じ経験したことのある人いませんか？パートに出てすぐにクビになったって、それエッチが何かやったんじゃないの？そうだよな。何かしら起こしてないとそんなことってそうそうないよな。パート先ってことだからまず人ではいるんだろうし。いやですねー。初めからそんな風に疑ってくる人ばっかりなんですね。いや、だってパッと言われただけじゃわからねえよ。とりあえずエッチがどんなやつか、それから何があったのか、わかりやすく教えてくれないか？よろしく頼むぜ。そうよね、話はそれからよ。わかりました。じゃあとりあえず私のことから説明しますね。私は34歳の主婦です。旦那と小学校の高学年の娘の3人暮らしです。専業主婦でやってきてたんですけど、今後の学費のことも考えてパートに出ようかなと思っていたわけです。ああ、そういう感じだろうな。うん、確かに子供がいればどんどんお金かかるものね。だよな、子供がいればな、確かにかかるよな、かかってるよ。そうなんです。だから最近じゃ求人アプリとかあるじゃないですか。俺なんかは昔はよく求人雑誌の方を見たけどな。今だってホームセンターとかスーパーとか駅とかにあるでしょ。私は紙の方が見やすいと思うけどね。でも最近はアプリの方がやっぱり便利だと思うんですよね。パートやらアルバイトやら。まあそういうのは首都圏の人間の言うことだな。地方の人間はそうそう簡単にそういうわけにいかないさ。まあその辺はいいけどよ。お前どういうところで何やったんだよ。具体的に説明してくれよ。あ、はい。まずアプリで条件入れて検索したんですよ。結構いろいろ何日か探したんですが、そんな中で突然近所に新しくファミレスができるっていう募集が出たんですよね。それで私、応募したんです。で、なかなか手が足りないってことで経験者ってこともありわりとすぐに採用はされたんです。それで出勤した、と。はい。なるほどファミレスか。経験者っていうことは以前勤めてたことがあるのか？はい、数年前、やっていたことがあったんです。でもここはあんまり続かなかったんです。それでも一応やったことがあるから経験値があるってことで採用されたって感じです。ただその店の名前は思い出せなかったので書かなかったんですが。職務経歴ってそんな風に簡単な確認で済むのか？まあ条件によるんじゃない？ほら、しょっちゅう転職してる人とかでだんだん自分がどんな企業掛け持ってたとか忘れちゃうとか。まあ、猫の手も借りたい時なんていうのはそこまで見てられないよな。ああ、そういうこともあるよな。まあ別に正社員じゃないんだし、特にアルバイトとかあったらまず数揃えみたいなものだしな。そうそう。採用する側もそこまで見てられないとかな。とは言ってもパートはそれよりもちょっと厳しいだろうがな。はい、それでも採用されたので、とりあえず出勤したんですよ。そうしたらそこで追い出されたっていうわけか。そうです、それで腹が立ったもんですから、怒りが続いているうちにスレを立ててみたっていうわけです。それだったらやっぱりちょっと店側にも理不尽なところはあるような気もするけど。まあ、採用の仕方もなんだしな。でも一応採用したわけだから。だけどまだ、突然ってあたり気になるよな。じゃあお前さ、ちょっとその今日入った時のことからちょっと話してみろよ。はい、わかりました。そのファミレスは基本は8時開店なんですが、今日は最初の日なので10時からということでした。そこで仕込みやら何かとかでキッチンスタッフは8時くらいから、フロアスタッフも8時半ぐらいから行ったんですよね。それで今日は全員で集まってみんなで顔合わせをしたんです。これから始まる店だから、みんなで一緒に頑張っていこう。で、そこでフロアのメンバーもキッチンのメンバーもみんな一緒に顔合わせたっていう感じなんですよ。あ、ファミレスって言ってもフロアとキッチンが別々になってるやつか。はい、料理の方も一手間かける場合が多いので、キッチンはキッチンで別々になってるんです。それに例えばハンバーグの焼き方とかはやはりコツがいるらしいし、あと、キッチンの方が絶対に向いてるって人とかフロアに絶対出たくないっていう人なんかは厨房目当てで入ってきてますね。それでエッチは、私はフロア担当です。私キッチンでの調理より、接客用の方が向いてるんですよね。まあその辺は自分でそう思ってるんならそうなんだろう。
それでその時、新しく同僚になった人の中に A 子さんって人がいたんですけど、その人は実はママ友なんです。ママ友？はい。うちの娘の友達のママなんですが、この人、私と一緒に前のファミレスで働いていたこともあるんですよね。だから、わあすごい偶然だなぁと思って見ていたら、突然この人が私の方に目を向いてきて、どうしてこの人がここにいるんですか？っていきなり店長に向かって掴みかかる勢いで言ってきたんですよ。それで、何が起こったんだと思って私は A 子さんの方を見ると、今度は私に向かって、一致さんどうしてまたファミレスに入ろうと思ってるのよ。って突然言い出すんですよ。もうみんなざわざわとし始めちゃって、店長もちょっとうろたえてましたね。うろたえてた？このお店、一応チェーン店らしいんですね。それで名前が違うんでわからなかったんですが、少し離れた地域で結構繁盛しているところが別タイプのファミレスをこの辺りでもう一つ増やすっていう感じだったんです。でもなんだって A 子さんがいるのかっていうのがこの時とても私不思議だったんですけどね。ところが A 子さん、突然こういうこと言い出したんですよ。店長、この人を働かせるんだったら私この店では無理です。で、突然そういうこと言ったんだ。はい、本当に突然です。びっくりしました。しかも私を名指しですよ。ひどくないですか？ひどいかどうかちょっとわからんな。もう少しその時の状況を言ってくれよ。はい、A 子さんは以前同じファミレスで同僚だったって言いましたよね。ん？同じファミレス、ちょっと整理させてくれよ。A 子さんとお前が同僚だったと。それで今、お前がファミレスでまた働き出したっていうことは、今のファミレスと前のファミレスはどういう関係があるんだ？もしかしたらそこって同じ会社の系列店っていうことなの？あ、はい、ちょっと言い忘れました。そうなんです。ですね、そもそもこの県内でよく知られていて店舗がたくさんあるファミレスがあるんですよね。でもちょっとだけ通勤に苦労したってところはあったんですけど、ただそこはすごく仕事する場所としてはいい感じだったんですよね。例えば？例えば、ですか。あ、そうそう、ともかく客層が良かったんです。客層？うちは住宅街にあるんですが、店はどっちかというと駅前に近くて、学生とか会社員が多くて、昼間は若いイケメンが多かったんです。うわ、何か引くわー。引くんですか？そこでせっかく仕事するところなんですから、目の保養になる格好いい人がいるのって嬉しいじゃないですか。それに今よりも私、少しは若かったんですよ。確かにアラサーではあったけど、まだ20代に見える頃だったんです。それだったらまだまだそういうことを考えたっておかしくないでしょう？いや、それもどうかと。ちょっと待って、そこで A 子さんも一緒だったわけ？そうです、その店で一緒に働いてたんです。けど A 子さんはどうもそのままその店でずっと働いていたらしいんですよね。うわ、それ優秀ってことじゃない？そういうパートって出入りも結構あるし、ベテランってことかしら。そのようですね。実際店長に向かっても堂々としてましたし。ああ、それって引き抜きとか、この人だったらいけると思って新店舗に推薦されたとかじゃないか？パートリーダーみたいな感じで。そうかもしれませんね。顔合わせの時もみんなの名簿とか持ってきつい目をしていましたから。それでいて私が自己紹介するといきなりこうやって言うんですから、ひどいじゃないですか。いやだから、それはお前に何か理由があるんじゃないか？そのイケメン見てたっていうのもなんか微妙ではあるんだけどよ。あ、ですね。ああ、でも確かにあの頃よく A 子さんからブツブツ言われたような気はするんですよね。何を？いや昔のことだからもうあんまり思い出せないですけど、ただ A 子さんって、ママ友の集まりではわからなかったけど随分きついなぁと思ってたことは覚えてるんですよね。そんなにチラチラバックヤードから席の方見るな、とか、他の人にテーブルの担当を代わってもらうようなことはするな、とか。そりゃそうだろう。それでテーブル担当とか、代わってもらえたのか？代わってもらおうとしたんですよ。でもそこにすぐに A 子さんが入ってきてそういうのやめてくれって言うんですよ。そりゃそうだろ。ちゃんと割り当てには意味があるんだろうしな。でもその頃の私、あんまりその辺よくわかりませんでしたし。それに言われ出してからすぐに結局私、そこをやめちゃったんですよ。なんでだ？注意されるのが気に食わなかったのか？いえ、そういうことではなく。あれはですね、そうあれは、夏の出来事でした。夏休みとか書き入れ時だろうな。そうなんですよね。夏休みって、ほら最近、むちゃくちゃ暑いじゃないですか。場所によってはもう36度超えが当然って感じで。今年なんかもう40度とか出たしな。そうなんです。で、駅前とかの都市部って、
郊外に比べても暑いんですよ。ああ、ビル街とかだな。確かにそういうのはあるな。そうなんです。そうなってくると冷房の効いた店っていうのは、ともかく人が来ては居座るんですよ。うん、それはわかる。しかもファミレスって言ったらそれなりに長居できるからね。学生にしてみれば、でっかい机もあるしな。勉強なり趣味なりで居座ったりもするかもな。机っていうかテーブルだろ。そうなんです。結構いましたねー。で、その通り、休みになった学生は普段なら来ない時間にもやってきて長居するようになったんですよ。そうすると、安いオーダーで回転が今一つってことが多いじゃないですか。だからできるだけ回転を促すような意味で、こちらの方も積極的にお客様のお皿を引き取ったりして動いたりしたんですよね。ああ、さりげなく早く立ち去ってくれっていう感じ？そうです。ほっといてもいいっていうかもしれないけど、やっぱり回転率上げなきゃいけませんからね。で、なんだかんだで私がいた年の夏はともかく人手不足だったんです。おう、それで何かあったのか？いや旦那のお盆休みにですね、無理だなぁと思っていた旅行先の宿が突然キャンセルが出て開いたんですよ。この年、一気に旅行客が夏に増えて、それまでの年があまり人がいなかったのに、と旦那や娘と一緒に残念がってたんです。まあ、ちょっと前の年って言えば、みんながいきなり開放的になった頃だもんな。それに確かに暑かったし。そうなんです。だからもうファミレスの客は増えるわ。人気の宿とかも争奪戦だったんですよ。で、ダメだったから私もまあこの夏はシフトをどんどん入れたんです。そんな時にいきなりキャンセルが入ってきて、家族で行きたかったところに行けることになっちゃったんですよ。4泊5日、もう大奮発ですよ。自粛期間にうんざりってのもあったし、家族旅行もずっと近場ばかりで、娘が遠くに行きたがってたんですよね。だからもう浮かれて行ったわけですよ。それで行ったのか？お盆だぜ。思いっきり混む時期だぜ。確かに混みましたけど、夏の旅行なんてそういうものでしょう？じゃ、シフトはなんとかなったの？あ、それは無理でした。え？何だって？いやさすがに直前にそれ言うのってどうかと思ったんですよね。え？待てよ、お前それ無断欠勤って言うんじゃねえのか？まあ、そういうことになります。で、絶対にこれは旅行中に職場から連絡がじゃんじゃん来るかなぁと思ったので私、着信拒否にしといたんですよね。店とか店長とか同僚とか、A 子さんももちろん来そうなところを5日間、全部着信拒否しといたんです。やっぱり何も考えずに旅行を楽しみたいじゃないですか。楽しみたいのはわかる。わかるが、そこは絶対言わんといかんところだろ。私だって考えましたよ。社会人としてはどうかとも。でも行ってしまったらまず絶対休みもらえないかなとその時は思っちゃったんですよ。それで結局、帰ってから我に帰って、これはまずいかなぁ、と思って、その日のうちに店長にメッセージで辞めるってことを連絡したんですよねー。メッセージで、電話で声も聞かせずか。だって直接電話したら、怒られるの丸わかりじゃないですか。どうせ辞めるなら、できるだけそういうことは聞きたくないですよ。それでメッセージで一身上の都合、とか手続きをお願いします、ってことだけ書いて送ったんですよね。何かもう、ある意味すごいわ。で、それ、どうなったんだよ。向こうは。そうなんです。その時のことを、A 子さんに今回言われたんですよ。一致が突然お盆に無断欠勤するし連絡は取れないし、その上いきなり辞めたもので、あの後前の店は本当に大変だったのよ。あの日はお盆で用事があった人でも、自宅にいる人は無理言って呼び出して、足りない分は他の店舗からもヘルプ呼んだのよ。で、終わったことをいちいち並べ立てるなぁ、と何かイライラしてきたんですが、そこにまた A 子さん、畳みかけるように。だいたいそれまでも一致はミスが多かったこともあるし、あんまり使えない人ではあったんだけど、それでも人が足りなかったから使っていたのよ。あまりにも失礼なことを言うんですよ。そしてさらに店長に、この人はちょっとまずいですよっていう感じに言ったんですよ。そしたら店長は慌てて前の店に連絡して、以前に私がいた時の話を向こうに聞いたんですよね。そしたらもうどんどん店長の顔色が変わっていくんですよ。最初からチェックしておけばよかったじゃないですか。今さら、ですよ。絶対店長の方も悪いですよね。まあ、確かに店長の対応も良くなかったかもしれないが、根本的には悪いのはお前だろうが。そうだよな、普段から使えない店員、無断欠勤、いきなり退職、3連チャンだ。取っちゃいけない人材そのものじゃないか。うるさいですねー。それで店長はため息つきながら電話を切って私にこう言ったんです。一致さんすみませんが、この店はスタートが肝心なんです。
なのでさすがにあなたのような態度の人をスタートメンバーに加えるわけにはいきません。私はさらに頭に血が上って、A 子さんの一言でそれなんですかって聞いたんですよ。すると A 子さんは向こうの店舗ではベテランで、私からぜひにと言って引き抜いた人なんです。フロアに関しては A 子さんに任せようと思っていました。その A 子さんがダメと太鼓判を押し、そして向こうの店長からも確認も取れました。残念ですがあなたとの契約はなかったことということでお願いします。でもうすらすらと言いやがったんですよ。口悪い口悪い。それで私、そんなのは向こうの都合で一方的じゃないですかってことで頭に上った血が爆発した感じで、揃えられていたバックヤードの中のおサラダのトングやらレードルやらそういったものをガチャ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 一気に振り払ったりして落としたりして、それで出て行ったんですよ、制服のまま。うわぁ、立つ鳥跡を濁しまくってるなぁ、お前。そのぐらい腹が立ったんですよ。いやぁ、そういうやつだったからこそ単にクビになったんだろう、当たり前じゃねえか。そうよね、このまま置いたらもうトラブルの種になるわけよね。うわぁ、こういうところでもそうやって私を非難するんですか？いいですよもう、他のところで聞きますから。こうして相談者はスレを去っていきました。ところが翌々日、相談者は新たなスレを立てたのです。すいません。大変なことになりました。大変なこと？一体何があったっていうの？家族の危機なんです。家族の危機？離婚とまではいきませんけど。でもなんか今家族がギスギスしてるんです。しかもそれが私のせいだって言うんです。私のせいじゃないと思いたいんですけどもどうなんでしょう？誰か聞いてください。だから聞いてるから言ってごらんなさいよ。私この間パートの方を一日でクビになったんですけども、その時にちょっと頭が上がっちゃって、周りにあったお皿とかガチャガチャ落としちゃって、まあ壊したりなんだりしたっていうのがあるんですよね。何やってんだお前は。だって怒ってたんですよ。せっかく頑張ってあのパートに就職したのにそこでいきなりダメになったんだからそのくらい怒ったっていいでしょ？いや怒ったって、怒るのはいいけど怒ってもなんでそこで物に当たって壊したりするんだよ。で、その壊したやつはどうなったんだ？そこなんですよ。その壊したものの弁償の請求書が来ました。またそれが結構長くだったんですよね。そりゃそうだよな。ちなみにパート先の弁償って一体何なんだ？その皿とかなんとかってことはレストラン系か何かか？ファミレスですけども、新規オープンの店なんですよね。あ、この間のやつだ。まあその辺はどっちでもいいけど、ともかく新規開店のお店の食器って言ったらまだ新しいんじゃないの？それでなくてもファミレスでも何でもちゃんとした店の場合、一つ一つの食器の値段が結構するのよ。だったらそれをガチャガチャ壊したり、食器だけじゃありません。レードルとかシルバーなんかもちょっと叩きつけて曲げちゃって。普通は業務用のレードルとかってステンレスだろ。よく曲げたよな。あの時もう本当にめちゃくちゃ腹立ったもんですから。腹立ってたからって曲げるものではないでしょうに。で、その弁償の請求書が我が家に来たんですよね。そしたら旦那がこれはなんだって話になったんです。だからパート先であったことを話したらお前は何やってるんだって怒鳴られまして。ついでに娘からもこんなことを言われたんです。友達から言われちゃったのよ。うちのママがおかしなことしてたって。でも言いつけるような子供が友達だなんてって、こっちも娘に対して怒りましたよ。でもそうしたら娘の方も、そもそも何だって怒ったからって食器を壊したりするのよ。っていうか、ママ時々家でもやるじゃないの。食器を投げたりとか、そういうことやるっていうのがおかしいってなんでわかんないの？小学生の私でもわかるのに。ですよ。生意気です。なのに、そうだよなっていう風に旦那もうなずいてました。教育に悪いからよせって、昔から言ってだろうって感じなんですよね。でも私そういう性格なのに、旦那は結婚したんですよ。いや、だから、結婚したらその辺が治ると思ったんだろう。人間の性格なんてそう簡単に治りませんよ。でも良くないことってぐらいわかってるだろう？良くないって言いますけど、気持ちを解放するのはいいことじゃないですか。解放するからってそのために壊される食器もかわいそうじゃねえか。だから家の食器はそう簡単に壊れないパン祭りのお皿とか、じゃなかったら割れてもいい百均ものですよ。そういう問題じゃなくてな。おかげで今じゃ、ママ友達の間でも噂は広がって娘からも白い目で見られて大変なんですよ。一体私、これからどうすればいいんですか？話は簡単だ。まず弁償する。それからお前の態度を改める。それしかないだろう。弁償ですか。
でも私、自分自身のお金なんて大してありませんよ。パートに出ようと思ったらこんなこと起きちゃったんだから。だったらもう別のところにパートにでも何でも単発アルバイトにでも出て稼げよ。旦那はそれでとりあえずは出してくれるって言ったのか？はい、とりあえず出して立て替えてくれました。でも絶対に私の稼ぎで返せって言われました。だろうな。しなかったらお小遣いは停止だとも。お小遣いもらってんならその中から回せよな。嫌ですよ。そんなこと言ったら人生の楽しみはどこ行くんですか？お前なぁ、その性格直さないと無理だぞ。下手すると家族から本気で見放されるぞ。だよな。そうそう。俺だったらそんな奴は子供と一緒に見放すな。私も反面教師にしなくちゃ。そんなこと言わないでくださいよ。ちょっと、私は答えが欲しいんです。魔法の言葉が。こうして過去の言動からパートを1日でクビになった報告者は、その報いを受ける羽目になりました。さてこの報告者の性格は改まるのでしょうか？よろしかったらコメント欄にお願いします。2本目は、友達の分も新幹線予約したらなぜか逮捕されたと嘆くエッチのお話です。視聴者の皆様、こんにちは。今回は友達の分も新幹線予約をしたらなぜか駅で逮捕されました。と嘆くエッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。突然なんですけど聞いてくれますか？史上最強のヤバい事件がありました。マジの事件です。一体何があったの？大丈夫？マジの事件なら本当にヤバいが大げさなのはやめてくれよ。何か力になれるかもしれないよ。よかったら聞かせて。よくあるママ友トラブルです。出た。ママ友トラブル。ドロドロのやつだ。女ってなんでこんなに面倒なんだろうね。ママ友か。関わると人生を左右すると言っても過言ではないママ友トラブル。価値観の違う者同士が集まるからトラブルはつきものだよね。仲間外れとか悪口とかそんな感じ？今回はそんなに甘い話ではないんです。本当に私の人生を左右するほどのママ友トラブルです。嫉妬からの悪口とかそんな感じではないんだね。あ、嫌だ。嫌だ。なんでそんなトラブルが勃発するかね。いい大人の集まりなんだから上手に大人の振る舞いをすればいいだけなのにそれができないんだね。女の人ってグループで群れることで連帯感が生まれてそこに存在することで安心するから群れたがる傾向にあるらしいよ。で、それより事件って何？ママ友と旅行に行く計画があったんです。旅行トラブルね、それもよく聞くよ。SNS でよく見るママ友と旅行に行きましたっていうキラキラして見えるけれど、裏では超ドロドロのドラマが繰り広げられているやつだ。他から見たら華やかで羨ましいけれど苦労も多いんだね。大変な事件でなければいいけれど、それがすごく大変な事件だから困っています。きっと信じてもらえないと思います。そんなにすごいこと？マジでトップニュースレベルの話か？何？何？一体何があったの？びっくりしすぎて腰を抜かさないでくださいね。治療費出せませんからね。治療費請求しないから早く教えてくれよ。旅行のために友達の分も新幹線を予約しました。それなら何も問題ないじゃん。ですよね。なのになぜか駅に警察官が来て逮捕されたんです。やばマジの事件じゃないか。腰を抜かすとかいうよりマジすぎて鳥肌立ったわ。逮捕なんてよほどのことがないとされないよ。そんな大変な事件になってしまったの？何かの間違いじゃない？もっと詳しく教えて、そもそもどんなママ友なの？逮捕はさすがにびっくりさせちゃいますよね。詳しく話しますね。ママ友とは子供の習い事を通して仲良くなりました。同じアラフォーということもあり悩みの共通点も多くすぐに意気投合しました。ママ友って子供の行事や習い事を通して仲良くなるよね。コミュ障の私からしたらすぐに仲良くなれて羨ましいな。ママ友ってキラキラして見えて実際は悪口合戦だったりするイメージが強くて怖いけどな。ドラマの見すぎかな。真のママ友に出会えたら心強いよね。最初はみんな良い人に見えるから見分け方が難しいし、ママ友のイメージは様々ですよね。実際ママ友のトラブルが多いのでママ友を作らない人も半数近くいるというアンケート結果もあるらしいです。ママ友がいなくても何か困れば先生に聞くとか、
専門分野の方に助けを求めるとか方法はあります。それでも実際問題ママ友がいると心強いです。その人の置かれた状況によって考え方も違うからね。今はスマホがあれば何でも検索できて誰かに頼らなくても自分で解決できる手段が充実しているからな。時代背景も関係するな。一昔前とは違うよね。ママ友とは年齢や子供の習い事の他にも旅行が好き、食べることが好きなど趣味が合いました。趣味が合うと子供関係なく仲良くいられます。共通の趣味があることは大きいね。親近感が湧いて、一緒の時間を過ごすことが楽しくなるしね。子供を介しての表面的なママ友より子供を抜きにして楽しめるママ友は後々親友にもなるな。子供を介してだけのママ友は子供が大きくなると疎遠になるって話も聞いたことある。いい友達に出会えていいな。旦那のボーナスも出たことだし日頃の労をねぎらうために二人で旅行に行くことになりました。旦那さんがお金出してくれるの？最高だね。毎日家事、育児を頑張っていることを認めてもらえた感じでいいな。頑張ったご褒美だな。羨ましい最高のプレゼントだな。どこに旅行に行ったの？冬なので暖かい沖縄に行くか、冬を満喫するために寒いところに行くか迷いました。私はグルメなので冬の金沢に行き、カニ、カキ、ブリ、おでん、鍋などを満喫することにしました。いいね。金沢行ったことないけど魅力が詰まっていそう。沖縄と北海道で迷うかと思ったら金沢って聞いてびっくりした。新幹線で行けるから便利だしな。良いところに目をつけたな。金沢の冬って雪景色が素敵なイメージがある。美術館や博物館があったり歴史情緒を感じる趣深いスポットがたくさんあって大人の旅行にはぴったりなんです。温泉で体を温めてからグルメを堪能するなんて最高です。子供がいればカニをほぐすのが大変で自分の口になんて入らなかった経験があるので絶対大人だけで行きたかったです。大人の旅行って感じでいいね。確かにカニを食べる時には自分に集中したい気持ちはわかる。日頃のバタバタと時間に追われる生活から一点ゆっくりとした時間が過ごせそうでいいね。そんな時間をプレゼントしてくれるなんて改めていい旦那さんだね。それがすごく楽しい旅行のはずだったのに、ママ友の機嫌がいまいちだったんです。行く前に旦那さんと喧嘩してしまったのか生理前でイライラする時期と重なってしまったのかわかりませんが苛立った様子でした。結構穏やかなママ友だと思っていましたが、何か嫌なことや心配事があったのかな。旅行はよほど気が知れた人と行かないと役に気を使って疲れるからな。普段は良いところしか見ないからね。結婚する前は良いところしか見えないけれど一緒に生活を始めたら嫌なところが目につくようになったりするから。友達も一緒だよね。確かに普段はカフェでお茶したり買い物に一緒に行くくらいですが過ごす時間が長いと元の自分が出てきますよね。人間だもの。人間だものって相田光雄さんの名言か。ママ友が苛立っていたので少しでも気分を良くしようとあれこれ考えました。旅行プランをはじめ、新幹線の予約まで完璧に計画を立てました。なのになぜか駅で警察官が現れて逮捕されました。逮捕ですよ。こんなに頑張って逮捕されるなんて意味がわかりません。それは確かに意味がわからないよ。ここまでの話を聞いた中では逮捕されるような実証がないぞ。人を間違えたとかかな。頑張って考えた旅行なのにイライラされたり警察官が現れたり散々な旅行だね。なんでこんなに気を使って旅行の計画を立てて最後に逮捕されるなんて私かわいそうです。ドラマ化して悲劇のヒロインとして最優秀女優賞でももらってママ友や警察官を見返したいです。大変だったね。どんな旅行でどんな感じでママ友はイライラしたの？あんまりひどい態度するママ友だったら今後の付き合い考えた方がいいかもしれないよ。私はこんなプランを考えました。まず新幹線は二人だけでゆっくりできるようにしっかり予約しました。自由席だと窮屈なのでグリーン車で非日常のゆったりのんびりの旅です。新幹線のグリーン車なんでセレブだすごいね。
凡人からしたらグリーン車は金があり余って困るセレブが乗るものだと思っていたな。グリーン車ってどんなメリットがあるの？自由席と比べると高額ですが、ファミリー層や若い人はあまり乗らないので圧倒的に静かです。全体的にゆったりして窮屈感がなく、内装も少し豪華で気持ち的に余裕を持って過ごせます。今回は日頃の疲れを癒す旅なのでぴったりです。確かに落ち着いて静かなイメージあるかな。日常を感じさせない感じがナイスアイディアだね。お金に余裕がないとできないことだけれど。で、まずは金沢のランドマークとも言われる金沢駅を出発し、着物のレンタルができるところで着物に着替えて茶屋街を散策しました。歴史的建造物や街並みが当時のまま残されている茶屋街があります。古き良き茶屋街の雰囲気を満喫しながら着物姿で写真を撮りました。フリーで活動する専属のカメラマンも依頼しました。カメラマンもつけたの？モデルさんみたいだね。やることの規模が大きいな。どこかのディレクターでもやったことがあるのか。普段は母親として忙しく家事、育児をこなしているけれど、この時ばかりは女性に戻れた感じだね。心の余裕は大事だよね。そして金沢には日本一贅沢なソフトクリームがあります。ご存知ですか？いいえ、存じ上げません。ってなんで急に言葉遣いが変わるんだよ。知っていますか？でいいじゃないか。そうでした。喋っていたらついセレブになった気分になってしまって。普通に行きます。金沢と言ったら金箔ですよね。金箔が丸ごとトッピングされた超豪華なソフトクリームがあります。 SNS 映え間違いないです。知ってる、結構いいお値段するけれど、経験を買ったと思えば高くないよね。そんなのがあるだね。他には何を食べたの？私の一番の目的は海鮮丼やカニ、カキです。これを食べるために金沢に来たと言っても良いくらい一番の目的でした。なので食事はすべて海鮮にしました。海鮮は美味しいからね。贅沢な旅だな。泊まるところも豪華な温泉。それはもちろん。せっかくなので思い切り贅沢に露天風呂付きの客室に泊まりました。すごいね。ママ友も結構セレブな生活をしているのかな。ここで価値観が合わないとおかしな方向に進むからな。そうは言っても予算もあるし、了解は得てプランを立てたよね。ママ友に了解ですか？得ていませんよ。私がプラン立てたのでそれ以上のものはないと思います。私は旅のスペシャリストですから。え？了解得てないの？勝手に旅行内容計画しちゃったってこと？それはどうなの？ママ友だって行きたい場所あるだろうし、それに予算だって上限があるかもしれない。ママ友はもう行きたい場所はあったと思うよ。もちろん行きたい場所は聞いてあげたよね。それはもちろん聞きましたよ。聞きましたがプランには入れられませんでした。ママ友の行きたい場所は行ってないの？もしかして着物着て写真なんて撮りたくなかったんじゃないか？一箇所も行ってあげなかったの？はい、金沢に行って肉を食べたいって言うんですよ。金沢と言ったら海鮮に決まっているじゃないですか。沖縄に行って信州そばを食べるのと一緒ですよ。いやいや、海鮮ばかりではなく有名な焼肉店あるよ。一食くらい希望に沿ってあげた方が良かったよ。苛立っていた理由が少し分かってしまった気がする。これ以上まずいことにならないといいが。せっかく旅行に行くなら二人が楽しめないといけないかも。旅費に関しては大丈夫だったのかな？旅費の予算はオーバーしていたみたいです。そんなに高級なものばかり食べられないと言っていました。私は旦那のお金なので大丈夫ですが、ママ友が気の毒に思えてきたのは私だけでないはず。予算もしっかり聞いて計画を立てられる人が旅行のスペシャリストだと思う。一人での旅行なら何でもいいけれど、一緒に行く人がいるなら相手のことも考えないとだね。それで苛立ってしまったんだ。そんなことで苛立ちますかね？こんなに素敵な旅行プランを立ててあげたのだから、すごく感謝されるべきなんですがね。ママ友は心に余裕がなかったのかもしれません。なんだか一致の考え方についていけない。せっかく計画した旅行が苛立って楽しそうでないので、旅行中終始険悪なムードになってしまいました。
ママ友のせいではない気がしてならない。せっかくいいところに行ったのに残念だったね。帰りの新幹線もグリーン車ですよ。ママ友のことを気遣って予約しました。グリーン車で良いか聞いてから予約すればよかったね。イライラしている時に混雑している新幹線に乗るとさらに苛立つからグリーン車で良かったと思いたい。いい方向に解釈すればそういう解釈もできるね。どうにかこれ以上関係が悪化しないでほしい。苛立ちを鎮める方法があります。静かな環境でゆっくり深呼吸をすると自律神経が整い苛立ちが鎮まるそうです。皆さんも苛立ったらやってみてください。急になんだよ心理カウンセラーか。そんな立派な知識があるなら二人で旅行を楽しむ術を学んでくれよ。こっちがドキドキしちゃうよ。ドキドキしちゃいますか。ほら、さあ深呼吸してください。自律神経が整いドキドキが落ち着きますよ。吸って吐いて吸って吐いて。ここで深呼吸してどうするんだよ。ママ友が気の毒で仕方がない。話はまだ続きがあります。聞くのが怖いけれど続きを話して。私自身、想像しい環境が好きではありません。きっとママ友も一緒です。なので新幹線を予約するときに前後左右の席も予約しました。新幹線に乗る直前に必要ない席は全てキャンセルします。そうすると前後左右に誰も人がいない状況でグリーン車でストレスなく移動ができるってわけです。グリーン車でとても静かな環境での移動は最高ですよ。旅行のスペシャリストでないとできない裏技のようなものです。それって普通に犯罪にならないの？鉄道会社からしたらかなりの迷惑行為な気がする。そんなことしたらダメだよね。旅行のスペシャリストを名乗ったらダメだよ。警察が来た理由がわかってしまった。一致この予約の方法は初めてでないだろ。はい、初めてでないです。今回の旅行の行きにも同じように予約を取り直前に必要ない席はキャンセルしました。今回の旅行でなくても普段からそうです。だから怪しいと思って鉄道会社に目をつけられていたんだね。確実に証拠をつかんで警察に通報して新幹線から降りたタイミングで逮捕されたんだ。これは確かに本当の事件だね。それは新幹線の予約システムを悪用することになるよ。悪用って人聞きの悪い言葉を使わないでください。まるで犯罪者のようです。いやいや、もう正真正銘の犯罪者だよ。新幹線を予約するときにそんな予約の仕方した人会ったことがない。他に乗りたい人がいたら迷惑でしかないよね。鉄道会社だってグリーン車の乗客が減れば利益だって減ってしまうから損失が大きいよね。百歩譲って見方をするとしたら逮捕によって自分の過ちが分かってよかったね。今気がつかせてくれたことに感謝しないとね。失敗は誰にでもあるからこれからどう生かすかだね。私は客ですよ。鉄道会社にとって大事な大事なお客様です。それもグリーン車に乗ってくれるお客様です。鉄道会社は私を大事にするべきだと思います。グリーン車に乗れなければ自由席に座ればよいし、たって乗ることもできるので、そんなに収益に影響しないと思います。それは自分勝手な言い分だよ。一致がやっていることは予約システムの不正利用であって重大な規約違反に当たるんだ。法的にやってはいけないことだぞ。法に触れることはあれこれ言い訳せずに過ちを認めて誠心誠意謝罪するべきだよ。なんで私が謝るのか未だにわかりません。私が私の心地よい環境を作ることは当然の権利です。私には自由に生きる権利があります。自由に生きる権利はあると思うよ。でも法に触れるような迷惑な行動は誰が何と言おうといけない行為なの。逮捕されてまで自分を正当化する人っているんだな。自分だった逮捕されたら相当反省して落ち込むな。さすがに逮捕はやばいよね。一緒に旅行に行ったママ友は行きたい場所にも行けず警察沙汰のトラブルに巻き込まれるし本当にかわいそう。ママ友がかわいそう？かわいそうなのは私ですよね。皆さん何を勘違いしているんですか？勘違いなんてしていないよ。客観的な意見を述べているだけ。どんだけ自分がかわいいんだよ。かまってちゃんじゃないか。法に触れることしたにもかかわらず正当化する人に誰が味方するもんか。
旅行の計画だって自分中心すぎるよ。友達なら旅行予算や行きたいところを確認しながらお互いが楽しいプランを立てるべきだよ。人のことを考えて旅行を計画する人なんているんですか？自分の行きたいところ、食べたいものを食べることが旅行の醍醐味なのにそれに反することをするなんて私が私らしくいられません。こんなに自分勝手な人いるんだね。私なら距離を取りたくなっちゃうよ。もう少し周りの人に感謝したり相手に合わせる努力も必要だよ。自分勝手な行動ばかりしているとそのうち誰からも相手にされなくなって気がつけば一人ぼっちになるぞ。そうならないためにも反省が必要だ。相田光雄さんだって住んでいる町に人に物に家に食べ物に水に空気にありがとうと言っているよ。感謝の気持ちを持てると人生変わるかもよ。私がありがとうって言われる立場なのになんで私が相手に感謝しなければいけないかわかりません。旅行のスペシャリストの私に説教しないでください。ここに来たことが間違いでした。もういいです。そう言い残してエッチは一旦スレから出て行きました。半年後一人でとぼとぼと歩きならが再びスレに現れました。やあエッチ、久しぶりだね。警察との話は済んだ？少しは反省したか？法に触れることがどんなにいけないことかよくわかっただろ。ママともとの関係は大丈夫？きちんと謝って許してもらえた？警察の事情聴取ってこんなにも時間がかかるのですね。スマホの中身もすべて調べ上げられてまるで丸裸にされた気分です。私の情報をすべて見た罪とかないか聞きましたよ。真顔でないと言われましたけれど。逆に逮捕されて欲しかったですがダメでした。警察署まで行ってそんな冗談言える余裕がよくあるな。話にならない人を相手にしないといけないから警察官も大変だ。一致はどんなことでも動じないんだね。強靭なメンタルの持ち主だ。警察に関しては事情を認めてなんとか丸く収めました。警察はなんとかなりましたがママ友がなんとかなりませんでした。帰宅後 SNS をブロックされて連絡がつきません。私の所属するグループ LINE は強制的に退会させられました。ママ友会のいじめです。いじめは子供の世界だけの出来事ではありません。そんな散々な目にあってまで仲良くしたいと思わなかったってことだよ。こんなに言ってもまだ自分を正当化したいのか。本当に一人ぼっちになってもまだ気がつかないんだな。ママ友も連絡を絶って楽になったといいな。皆さんも私をいじめて楽しいですか？スマホが普及したせいか世の中狂ってますね。こんなにも人に対して思いやりがない人が多いなんて小学校から道徳の授業をやり直してほしいです。ここにいても私にとってメリットは何もないのでとっとと引っ越しをして新しい環境で新しいママ友を作ります。心の広い人がたくさんいる土地を探します。ママ友との旅行にもかかわらず自分が行きたい場所を巡り自己満足。ママ友からの信頼をなくしたにもかかわらず環境のせいにしてしまう。自称旅行のスペシャリストと名乗りながら鉄道会社の予約不正利用で法的問題に発展したにもかかわらず全く反省をしない一致。引っ越しした先で明るい未来があるのだろうか。皆さんの周りにはこんな困ったちゃんはいますか？ぜひコメント欄で教えてください。